ね、なんて面白いと思う。と面白くなってるよね、うん、このお話では京都府の男性ベルマンさんからいただいたお嬢様、大分県の女性タッチーさんからいただいた貸し切りなどのキーワードを参考にさせていただきました。ありがとうございます。嬉しい ね、 ね。では AKB48 の私たちの物語番外編ドラマパート1、 JK お嬢様優香の冒険登場編スタートです。ここは東京欅坂にあるごくごく普通の女子校欅坂学園。1年 A 組の教室はういういしいセーラー服姿の女子たちが担任の先生の話を聞いていました。はい、いいですか。今日から皆さんはこの欅坂学園の生徒です。はい、欅坂学園が大切にしていること、それは、人という字です。人という字は、こうして、人と、人が支え合ってえ今あの馬の声がしませんでしたか。ん、馬が、あ、おばさんがやってきたようですね。ごきげんよう。どうも遅くなって申し訳ございません。やってきたのは なんと馬に乗った女子高生超お嬢様の菅井優香です。お父様とお母様がね、優香、ごくごく普通の学校で普通であるとは何かを学びなさいと申しまして、どうぞよろしく。ああ、友も皆さんにご挨拶を。これボロ落とすんじゃありません。どうもすいません。あかねさん、どう思います。どうもこうも締めるしかねえだろうが。ですよね。 JK お嬢様優香を鋭い視線で見ているのは、あっという間にクラスの女番長になった守屋あかねとその手下渡辺。はい、菅井の席は、あー、守屋の隣だね。っていうか菅井、馬はダメだ、馬は降りなさい。はい、守屋さんとやらよろしく。ふん、しくよろ。守屋のふてぶてしい笑み、さて JK お嬢様優香の運命やいかに。AKB48 の私たちの物語番外編第185話 JK お嬢様優香の冒険登場編。菅井優香、菅井優香、守屋茜、守屋茜、渡辺理香、担任馬、シェフ、ナレーション山寺宏一、原案菅井優香、守屋茜、渡辺理香、脚本田坂雅人。さて欅坂学園1年 A 組の教室はざわついていました。それもそのはず。うわ、やばいっすよ。あかねさん、なんだこれは。椅子が全部ソファーになってます。しかも革張りっす。ソファーのせいで教室がめっちゃ狭い。はい、みんな静かにして。ってソファー、何ですか、これは何ですか。その時ヘリコプターが近づいてきました。縄ばしごに捕まっているのは、おっほほほ、ごきげんよう。今日は遅刻しなかったわね、優香です。馬がダメと言われたのでヘリにしました。よいしょっと。うわ、窓から入ってきた。すげえ、なんか既成概念をぶち壊してる。渡辺。はい、あかねさん、褒めるのか、あいつを。いえ、そんなことはないっす。おいおい、すがい、もしかしてこのソファあなたの仕業ですか。何ですかこれ。すみません、だって昨日腰掛けたら随分と硬かったものですから、一晩で特注のソファに変えました。腰にも優しい総革張りのイタリア製、
お父様の会社に頼みました。硬くていいんです、硬くて。ここは勉学に勤しむ場所なんです。いいんです、座り心地が悪くても。そんなの変ですよ。一日の長い時間を過ごす場所は快適でないとね。え守屋さん、そう思わなくって。え、ふん、知るか。ええ、まさかこれが普通ってことなの。ごめんなさい、私が知りませんでした、普通ってものを。いちいち嫌味なやつっすね。今日の放課後分からせてやるぜ。うわ、茜さんの瞳が茜色に光った。怖え、マジ怖え。さて、お昼休み、お弁当の時間です。みんな家から持ってきたお弁当を広げています。茜さん見てくださいよ、優香のやつ、お弁当忘れたみたいっすね。ダサいな、どっかで買うつもりかな。ええ、見てください、廊下に白い帽子をかぶったコックさんみたいな人が行列を連れてやってきた。ボンジュール、優香さん、お待たせしました。初めてよろしいですか。フランス料理のフルコース、よろしくってよ。あ、見たことあります、あれ、あの人。今世界で最も予約が取れないフレンチのシェフっす。ああ、クラスメートの皆様、お口汚しなんですが、せめてスープだけでも飲んでいただこうと思いまして、皆様の分もご用意させていただきました。あれ伝説のスープですよ、確か一杯何十万。守屋さん、スープをいかが。いらねえよ。あら、そう、渡辺さん。はい、いるっす。渡辺、やっぱいいっす、いらないっす。あら、残念ね、コラーゲンでお肌がツルツルになるのに。そんなことより今日の放課後つらかせよな。つら、校庭の欅の木の下で。さて、放課後、校庭の大きな欅の木の下に守屋茜と渡辺の姿がありました。来ますかね、あいつ。ビビって来ねえかもな。っていうか、なんか校庭にでっかいクレーン車がやってきてますが、あれってハンバーガーショップじゃないですか。クレーン車が吊るしているのはハンバーガーショップ。校庭にいきなりハンバーガーショップが出来上がりました。あら、どうも、ごきげんよう。お待たせしたかしら。ふざけてんじゃねえぞ。守屋さんが怒りっぽいのはお腹が空いてるからじゃないかと思いまして、近くのハンバーガーショップに行ったんです、一緒に食べようと思って。そうしましたらね、店内ですか、テイクアウトですかって聞かれて、ああ、じゃあこのお店ごとテイクアウトでって言ったの。なんかメニュー選ぶのってめんどくさいじゃない。ふふふ、じゃねえよ、ざけんなよ。っておい、渡辺、何店に入ろうとしてんだよ。茜さん、やばいっす、貸し切りって夢みたいっす。たっぷり召し上がってね。あ、ヘリだ。あ、ごめんなさいね、せっかく呼んでいただいたんですけど、今夜舞踏会で踊らなくてはいけなくって。これで失礼いたします、ごきげんよう。そう言うと縄ばしごに捕まって優香は夕闇の中に消えていきました。あいつ絶対許さねえ。で、渡辺、何テイクアウトしたハンバーガーショップからハンバーガーをテイクアウトしようとしてんだよ。だってこんなことめったにないから、うちの親に食べさせてあげたいっていうか。で、茜さん、今ポテトかじりませんでした。かじってねえし。なんかスケールでかいっすね、菅井さん。うるせえよ、ちょっとよこせハンバーガー。自分でレジ行ってくださいよ。っていうか、ただっすから、全部ただ。菅井優香、覚えてるよ、必ず私の手下にしてやる。あ、もしもし、お父様。あのですね、高校なんですけど、いろいろ校則とかめんどくさいんで、学校ごと買ってしまいました。JK お嬢様、優香の冒険はまだまだ続く。